どうしたんですか今日は。ちょっとあの昨日キングスリーグの練習試合がちょっとあったんですけど、その、まあ、測定の前にちょっとショートダッシュ のアップの時にちょっとふくらがピリッと来てしまって、まあ MR はここで取ってきて、で検査結果これからちょっと見てもらうので、まあ、そんな大きな怪我ではないと思うので、多分まあ本大会に間に合うとは思うんだけど、まあ、ちょっととはいえ少し痛みがあるので、まあ、ふくらはぎ上部のところ右の方なんだけど、まあ、最近ちょっとハードワークがかなり続いてたから、まあ、そこもあるのかなと思ってて、でこの後ちょっと、まあ、治療も行くんですけど、で最先端医療もちょっとお願いして、もう自分のこう人脈使って最先端医療のところでその肉離れだったりとか、かなり軽減されるっていうことを聞いてたので、ちょっと今日あの早期回復で本大会に間に合うために最善を尽くしたいと思います。シンクレア銀座クリニック来て今からちょっと治療したいと思います。あの前回、サブチャンネルの方であのさせてもらったんですけど、まあ、今回もあの大会も近いってことで、もう自腹でしっかりと治療して、もうベストっていうことで、まあ本当にすぐに前回の感触がすごい良かったんで、今回もちょっと受けに来たんですけど、いい結果を望めるように、はい、やっていきたいと思います。どの辺？ふくらはぎの上部、外側の上部です。右のふくらはぎの、まあ、痛みに近い針って感じですね。かしこまりました。はい、こちらの針を症状の数字で表していただいておりまして、はい、全く症状がないときが0で、はい、激しい耐え難い症状が10だとすると今どの程度に感じますか？今は6とか5、6、5から6ぐらい、はい、かしこまりました。膝ちょっと下にこうやってグッて強くあの押したくないので、針が少し出てくるので、ちょっとこの辺ですかね、はい、ちょっと右の、うん、これって外側ですか？外側です。あ、外側ですね、うん、ここら辺の上部に当たります。ここ今触るともなんか分かるんですけど、ここら辺の針なんですけど、この辺ね、はい、まあ、肉離れする場所ですよね。ちょっとこれ気になりますけど、はい、そんな大きな差はないですけど、ね、はいはい、まあ、もうちょっと行くとちょっとブチって言ってたのかもわかんない。昨日やめといてよかったっすよね。そうですね、はい、もう選手めちゃくちゃあると思うのよ。なんか出血まで行っちゃうともう全治2週間とかになるから、2週3週とか1ヶ月とかになるから、そこってもう絶対にもうプレーできないレベルになっちゃうから、いやもう俺アップでちょっと来た瞬間にああもうやめようと思って、あこれやばいわと思って、これ以上やったら多分昨日無理してゲームやってたら間違いなくあの本体が間に合わなかったから、うん、そうだからここで、まあ、やめれたのは良かったんだけど、そのこのちょっとしたのがなかなか取れないっていうのが結構選手あるあるで、俺も現役時代にしたら同じことあったから、そうだからそこをさちょっとあの改善したくて、まあ、最先端医療でその、アインプロスで点滴打つんだけど、はい、肉離れとかがすごく軽減するとか、うん、そういう痛みがこう結構あの痛みがこう取れたりとか、そういうのがすごく望める。前回来させてもらった時は目の症状が良くなったってことですね。そう、目の症状と、うん、あと可動域がもう明らかにこう変わったっていう、うんうん、アインプラスをお願いいたします、はい、針先お痛みはございませんでしょうか？やっぱり筋膜の張りの感じの軽減は、はい、ありますか？はい、左右差なくなるぐらい これで押すのがすごい嫌だったんですけど、まずそれが一つできるようになった。先ほど数字で伺った時に0から5ぐらい張り感がある、左右
差で言うと1、2ぐらいとか2とか、うん、このストレッチに関しては、はい、伸ばした時の張りも4から5だったので1ぐらいかしこまりました。ありがとうございます。はい、ぜひとも試合に頑張ってください。はい、ありがとうございます。出国、6日前かな、練習会ということで、前回、練習試合やって、で僕ちょっと怪我の方を軽くしてしまったんで、MRI 取って、無事にというか、出血なかったんで、筋膜炎ということで、でトレーナーとかも見てもらっても、もうちょっとしたら復帰できるということで、本当にちょっと無理しなくてよかったという形なんですけど、でもチームとして今日はね、戦術練習みたいなところで、前回の課題を形にどんどんしていく作業をしないといけないと思うので、僕と今日円健は別メニューということで、ちょっとトレーニングはさせてもらうんですけど、今回非常に難しいミッションっていうのが、やっぱコーチでのメキシコでの戦いっていうのが、円健とずっと喋ってたけど、思ってる以上にやっぱコーチ慣れしてないというか、やっぱそういうトレーニングしてないと、かなり心拍の方が慣れるのに、適応するのに時間がかかるっていうのと、あとそのやっぱ戦術面のところで練習がなかなかできないというところで、その中でどうやって共通認識を合わせて攻守で戦うかっていう、そのいろんな要素をこうすり合わせないと、ワールドカップのまずはグループステージ突破っていうところが難しいので、あと戦術的にも やってる選手もいれば、やってない選手もこの今の村瀬 FC いるので、そこの差をどうやって埋めるかっていうところはしっかりとこの短期間でやっていかないといけないので、僕はもう今日は自分でトレーニングしながら、外からちょっとアドバイスできるとしっかりしていきたいなと思ってます。俺らよりきついことやってるやん。練習でよかった。怪我せんくてよかった。したくないもん絶対。待ってるよ。ここからか、そこに投げる感じで、あるな、あるな。今日5月23日、全体練習あるので、で約1週間ちょいかな、1週間ちょいの治療の中で、しごくさんよく麻布十番で、しごくさん、僕が健太郎さんっていう方に治療してもらってるんですけど、怪我の改善というか、で今日から合流するんですけど、そこまで持っていけたので、ぜひ参考になる方は来ていただければと思いますし、本当トレーナーたくさんいると思うので、その中でも自分でこう、ね、チョイスしながらいいコンディションを作るっていうのは非常に大事なので、はい、その一部を見ていただければと思います、怪我はね、本当おかげさまで順調に回復してて、で今回16日かな、5月の16日にこの怪我をして、でそこから MRI 取って、一応出血してなかったんだけど、筋膜炎同じようなのやったことあるんだけど、そう、選手はさ、みんなすぐ復帰したいし、すぐ動きたいし、ちょっとでも痛くなかったらっていうところで、なんかやっぱどうしても無理しちゃう傾向にあるんだけど、今回いろんな方にこうサポートしてもらった中で、今日は麻布十番の至極に来てんだけど、でここで健太郎さんに、そのやっぱね、俺めちゃくちゃその今回改めて思うされたのは、その脳みそとやっぱ体がしっかり理解した上で、その治療とあとそのケアとリハビリ、トレーニング含めてやっていかないと治るもんも治らんなっていうのをすごく感じさせられて、で今回もその、今映してると思うけど、カッピングしてもらって、その筋膜をこう平らに引き伸ばしてもらって、でやっぱこう横に今回さ、怪我で筋肉が損傷して血が出るっていうより、縦にこう避けてたイメージ、それで筋膜炎っていうところだったから、それをどうやってこう切れてる部分を塞ぎながら
トレーニングで馴染ませるっていう作業をしなくちゃいけなかったから、だからそういう意味で早めにまあその怪我して健太郎さんのとこ来てで治療してもらって、でテーピングも今あのテーピングっていうかまあテープその場所に巻きながらトレーニングとかやってんだけど、なかったら絶対間に合わなかったっていう、うん、だから26日あの本当おかげさまでもういろんな人のサポートのおかげでどうにか、ま、あの間に合いそうで、あのだからまあ今回まあ、ルーティンというか1週間出国までということで、どっちかというとリハビリ期間に近い、そうです、ね、うん、ような感じだったけど、でも選手みんな抱えることだから、どうしてもやっぱ大会前とか大事な時にこう怪我してしまって間に合うか間に合わないとかとか、まあ、でも今回本当にその新たな知識とあと治療方法といろんなものをこうねサポートしてもらえて、いやめちゃくちゃだからこそ頑張んないとなっていう、うん、ね、うん、いろんな人の思いをそうあの背負って結果につなげないとなって、うん、ちなみに、まあ、那須さんのストーリーとかでこのドーピング、うん、まあ、よく見たりするんですけど、うん、この効果というか具体的にどんなところがあるんですか、ね、これがね多分全部は言い切れないんだけど、今回の怪我の部分の治療っていう意味ではそのやっぱデコボコにかさぶたがやっぱできて、でそれがやっぱちょっとデコボコした中でなじませるとやっぱ再発しやすいのよ怪我が。それをカッピングでこう平らにしてもらって、それでまあ縦の裂けてる部分をこううまくテーピングで止血してもらって、それでちょっと動かした方が機能としてあの正常に動くから、今日やってないけど背中とか、はいはい、まあ、全体のやっぱバランスだって全体の血流とか含めてやっぱそこを整えないとどうしてもふくらはぎだけをやってても治らないし、だからそこら辺をなんかこう僕俺のね体をちょっと理解してくれて、やっぱ全体のバランスをこう整えてもらった上でこうふくらはぎっていうところに焦点当ててこう治療してもらえるので、なかなかやっぱそのトレーナーいろんな方も含めて治療院とかもあるんだけど、合う合わないって絶対あるから、うん、人によっていろんなやり方あるし、うん、そういう意味であの俺はめちゃくちゃこうもう頼らせてもらってる、うんうん、場所の一つっていう。今回那須さんここに縦にこう裂けたんですよね、筋肉が、はい、筋肉が縦に裂けてたんで、普通は皆さんこうお尻の下を横に切ったり横に切ったり、これ肉離れっていう概念だと思うんですけど、その場合はちょっとやっぱりこう積み重ねたキャリアがあるので今回縦に裂けてしまっていた、うん、縦に裂けるってことは周りの筋肉があるので切れちゃったら伸び縮みってしないじゃないですか、うん、縦に裂けてるから他の筋肉は伸び縮みできるんで逆にできちゃってたんですよね、うん、逆にできちゃってたからこそ要は治りがすごく遅くて、うん、概念として横に切れ肉離れって横に切れるだけじゃなくて縦にも裂けるんだよっていうことを理解しないとやっぱり繰り返しちゃう選手ってやっぱり多いですよね、うん、でそれに伴って要はだいぶ中まで深いところまで傷があったのでしっかり初めは固定をして、うん、で固定して傷がかさぶたになったところで要はシワになりますから、当然かさぶたになるので周りからこのようにカッピングで引っ張って要はシワ伸ばしを、ね、してあげていい状態で今日テーピングで固定します。こう左側の白に対してここは、ま、紫なの分かりますね。そう、これだけ中に老廃物だったりとか要はかさぶたの原因となっているいろんな沈着物が中に停滞していた、そのせいで筋肉のスライド運動そのものが痛みは落ち着いたもののスライド運動がまだもう一声取り切れていない、まあ、ほぼ 90% 治ってるんですけど、やはり今日から退陣本格的な退陣を始めるっていうところを考えるとどこを触っても痛くはないんですが傷口は塞がっているもののちょっと伸長率が周りと違うので、そしてテーピングで全体を圧迫してこの縦に裂けた筋肉をサポートしてもらうようなテーピングを今日します。3試合のトータルでとか、まあ、1試合で例えば、まあ、勝つかもしれないし負けるか、まあ、勝てればベスト、ただなんかそこで全部使い切って
もちろん目の前の試合をフルでやるっていうのは大前提にあって、でただ1試合目にもしかしたらそこを出さないことも戦略の一つかもしれないし、なんかそこの辺のなんか余裕があるぐらい もうそのトータルで突破しましょうっていう、みんなに乗り越えましょうみたいなところを示してくれてた方が選手としては絶対に多分求心力が生まれるし、こういう大会で絶対にその求心力っていうか、まあチームでどんだけ一戦一戦こう成長していくかみたいな、多分日本が上に行く上では絶対必要であって、だからそこら辺なんか皆さんで共有しながら、そこはもうみんなのお互いの知恵というか共同で一緒にやっていくしか、多分今大会に関しても第一歩分からないことだらけで、もう遅刻だ、あれで言われたいや、あれで行く、あれで行く、あざみの使う止まったの、こんばんは、こんばんは、今日が国内最後の練習になります。よろしくお願いします。今日練習してから試合当日までは基本的にもう練習はできないっていう感じですね。1試合目の前は、ね、なので少し時間が空くのと、まあ、時差ボケがあったりとかちょっと難しくなると思うので、今日しっかりとやるべきことやっておきましょう。もう本当に全員で一緒に戦っていくしか、この日本代表勝つ術ないと思っているので、全選手の力、もちろんスタッフ含めてですけど、が必要になってくると思うので、協力して一つにまとまってやっていきましょう。行きましょう。行きましょう。行こう。行こう。行こう。まあ、26日には間に合いそうなんで、ちょっといい調整して頑張ります。
やってる。サドオッケー、サドオッケー、サドオッケー、サドオッケー。いい楽しみ方でチームになってやっていきましょう。うちらみんな分かってる通り上手くない。別に多分他のチームの方が経験値もアドバンテージも多いし、だからそういう上で俺らは誰よりも走らないといけないし、誰よりもまとまらないといけないし、下を向いてる暇もないで、かといってなんか本当に力みすぎんなって思うけど、リラックスしてやるのはやってもらいたいんだけど、ただ本当試合の中で成長していかないといけないし、チームで試合の中でどんどん作っていかないといけない。すごい難しいミッションだと思う。ただ日本人の団結力だったり、今までいろんなリーグだったり、いろんなサッカーシーンで作り上げた今までの経験値っていうのは必ず生きる。だからその自分が経験してきたものをどれだけこのチームに注ぎ込めるか、それはただ言うだけじゃダメ。本当に変えたいとか、これ何度か本当奇跡と言われる事象というか、経験はしてきたんだけど、誰も疑わなかった。周りの人がほぼ無理だと思ってることを、でも現場にいる選手たち、スタッフは誰も疑わなかった。そしたら本当に奇跡と言われることは何度も経験してきた。だから俺はもうその経験もあるから、絶対に最後の1秒まで諦めたくないし、自分の可能性だったりチームの可能性っていうのを信じて、本当にワールドカップ優勝っていうのをまずはもちろん目の前で一戦一戦だけど信じてやりたいので、せっかくこうやってなんかね集まれた、こんなねなかなか日本代表チームとして戦う機会もないから、みんなでちょっとね高みを目指して最高の景色を目指しましょう。はい、ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。はい、無事国内最後の練習会終わりました。私自身、怪我があり、トレーニングマッチとか出れなかったんですけど、本当にたくさんのサポート、治療も含めてなんですけど、たくさんの方々に、サポートしてもらいながら1週間という中で、筋肉系の怪我を克服して、今日無事に練習を終えることができました。自分一人じゃこの怪我っていうのを克服できなかったですし、このまず選んでもらったたくさんの関係者の方々、そして、日本代表選手として、メキシコの地に立てるということで、本当に今日やれることの幸せを感じて、ピッチで本当に感謝の気持ちでプレーしてたと思います。
まあ、治療含めトレーニング含めなんですが、本当に参考になることがあれば概要欄の方に、それぞれ載せさせていただきますので、皆さんチェックの方をして、自分でね、本当に選択の中で、これからのアスリート人生含め、より良い生活に生かしていただければと思います。そして、まあ、私自身バイタスのサポートもしていただいてるので、こちらもトレーニング前にトレーニング中 EAA とそのトレーニングをプロテインそしてビタパワーということで、本当にバイタスのサポートもあり、本当にちょっとしたことなんですけど、こういうね、まあ、トレーニング後の栄養補給も含めちょっとしたのことの積み重ねが本当に結果に反映するっていうのを、まじまじと感じさせられた、この1週間になりました。皆様のサポートを結果に変えられるように、明日からメキシコに旅立ってきます。そして、ワールドカップ初の日本代表選手としてのワールドカップ出場ということなので、まあ、初戦から最大限の力を日本代表チーム発揮して、まあ、もちろん目標は優勝なんですが、もう一戦一戦、皆の思いを力に変えて覚悟を決めて頑張っていきたいと思いますので、皆さんサポートの方もぜひよろしくお願いします。それではメキシコの地で最高の時間を過ごしていきたいと思います。頑張っていきます。バモス、応援お願いします。